視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。サッカー大好き系シンガーソングライターの私、日本代表ハリルホジッチ監督解任の話題について、触れずにはいられません。とはいえ、このパクユーチャンネルっていうのは音楽の話題を取り上げるチャンネルで、視聴者の方も音楽に強い興味を持っているっていう方がほとんどだと思います。ということで、今回は、ワールドカップ直前、2ヶ月前に代表監督を解任するっていうことがどれぐらいやばいことなのかっていうのを音楽の世界に置き換えて皆さんに説明してみたいと思います。サッカーはそこまで詳しくないけど音楽は大好きだっていう人に、今日本代表が置かれてる状況がどういう状況なのかっていうのを、理解してもらうために、逆に、サッカーの知識は豊富だよっていう人に、音楽の世界にも興味を持ってもらうきっかけとして、ぜひ最後までご覧ください。以前僕はこのチャンネルで日本代表イコール水木奈々のバックバンド理論というのをぶち上げまして、動画を1本作りました。今回はその理論の改良版、日本代表イコールレコード大賞のバックバンド理論というのを元にお話ししていきます。サッカー選手っていうのは、普段はクラブチームというものに所属していて、そこでトレーニングを積んで、試合を重ねます。そのことでお金をもらってる。そして、クラブチームで目立った活躍を、見せている選手が日本代表に選出され、ワールドカップなどの国際試合を戦うというような構図になっています。この構図、音楽家、特に楽器演奏者と非常によく似ているんですね。楽器演奏者っていうのは、それぞれ所属チームと言えるようなバンドとか、グループとかオーケストラっていうのを持っている、所属していることが多くて、そこで目立ったパフォーマンスを見せることで、別のバンドとかアーティストから演奏の依頼が舞い込んだり、大きなステージで演奏できるチャンスを得たりすることができます。アリーナとかドームクラスの規模の会場でライブを行うアーティストだったり、年に数回行われる、音楽番組の特番などでは、大所帯のバックバンドっていうのが活躍することが多く、そこで演奏している人たちっていうのは、いろんなところから招集された、演奏者たちです。この動画では分かりやすく、年末の風物詩であるレコード大賞っていうのを例に挙げます。集められたバックバンドっていうのは日本代表、レコード大賞本番がワールドカップで、演奏する楽曲が対戦国、そのように置き換えることができるんじゃないかなというふうに思いました。では代表監督であるハリルホジッチっていうのは一体何に置き換えられるか、バックバンドを統率する指揮者に置き換えられると考えました。このタイミングで、ハリルホジッチ解任っていうのは最終リハーサル、2日前ぐらいに指揮者をクビにする、それぐらいの緊急事態です。代役を探そうにも時間が足りない。まずレコード大賞本番当日、スケジュールが空いてる人っていうのを探すのがまず難しい、で不可能に近いと思います。まともな指揮者の年末のスケジュールなんてとっくの塔に埋まってると。仮に、奇跡的に代役を見つけられたとしても、演奏する楽曲を理解し、演奏者の特徴を理解する、その時間がない。じゃあどうするか。現実のサッカー日本代表は技術委員長として代表の活動に約2年間関わってきた西野明さんを新監督にしました。これどういうことかというと、指揮者代役見つかりません。もう最後の手段だ。レコード大賞のスペシャルバンド用に楽曲をアレンジしたアレンジャーに指揮を振ってもらおう。最終リハ2日前に指揮者をクビにして、でアレンジャーに指揮を任せる。ハリルホジッチをワールドカップ2ヶ月前に解任して、西野新監督でワールドカップに臨む日本代表っていうのは音楽の世界に置き換えるとそのような状況に置かれていると僕は考えました。で、置き換えてみて分かったこと、やっぱり相当やばい。アレンジした当人なので
楽曲の理解に時間はほとんど必要ないと思います。音楽業界結構狭い世界なので、演奏者とも別の仕事でなんか一緒になってたりとか、特徴もおおよそ理解できてるでしょう。音楽の現場でもレコーディングでは、アレンジャーが指揮を振るっていうのはよくあることで、そこで指揮した演奏者っていうのももしかしたら混ざってるかもしれません。これは西野監督で言うと、宇佐美とか今野とかその辺の選手に当たるかなと思います。でも頭で楽曲を理解しててもそれを、体で表現して、演奏者を統率できるかっていうとまた話は別なわけです。レコーディングなら何回もやり直しが効きますけど、本番っていうのは一発勝負の生放送、例えば演奏中にこう指揮してる腕がこう疲労でちょっとずつ下がっていって後列の演奏者から指揮が見えなくなってしまったりとか、楽器のトラブルなど、予期せぬアクシデントっていうのにとっさに対応できるのかとか、もう心配事挙げ出したらキリがありません。選手を選出して戦術を整理する、整備する、ベースはすでにある程度固まってますから、そこまでは選手たちのこれやばいよってい こう火事場のバカ力、もう合わせてなんとかやれるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。ですがワールドカップの本番に入ってから目まぐるしく変化していく状況っていうのに、どれだけ対応できるか、これはもう試合中の選手交代とかも含めて、そういう点でものすごく不安だなっていうふうに僕は思ってます。自分の専門分野、音楽に置き換えて、状況を整理できたところで、パクユーはこのハリルホジッチ解任について、どう思ってるのかっていうのを最後に話したいと思います。僕はハリルでワールドカップ見たかったなっていうふうに思ってる派です。本番に合わせていろんな仕掛けを用意していたとしたら、それを見たかったですし、結果がダメでもリハでこんだけうまくいってなかったら本番もやっぱうまくいかないですよねっていうのが日本のサッカー界に経験として蓄積されるんじゃないか、ハリルの肩を持つこともできるし、教会にやったことも、理解できるかなと。吉田麻也がいないとか、酒井宏樹がいないとか、バンドで言うならドラムとかあとはリズムギターとかが、病欠でリハ休んで、代わりに別のやつが演奏してると、そんなのグルーヴ出ないでしょ。じゃあリハなんだからいろいろ試させてよっていう、親善試合の結果も内容もあまり思わしくなかったことに関してはこういう言い訳もできるっちゃできるかな。でも、そのリハの様子を見てる、番組制作のスタッフ、日本のサッカー協会とかですね、それとか、お偉いさんとかは、おい、あの外国人の指揮者大丈夫なのか、あのまま任せてていいのかっていうふうにやっぱりなっちゃいますよね。何より、一番のこう解任に至った理由、要因っていうのは選手が完全に拗ねちゃってるんだろうなっていう、そこだと思います。誰が悪い、犯人探しをするようなゴシップ的な記事っていうのもたくさん出てます。大人だろとか、プロなんだからとかっていう人たちもいますけども、人間ですから気分よくやりたいわけですよ。それはやるのはやります、全力でプレーします、責任持ってやりますけど、やっぱりモチベーション下がってたらパフォーマンスも低下しますよね。これはもう音楽の世界でもどの世界でも一緒だと思います。じゃあなんで選手はやる気をなくしてしまったのか、僕は一部の方が指摘している言葉の問題っていうのがすごく大きかったんじゃないかなというふうに考えています。縦に早くっていうのと、あとデュエルっていう言葉はハリル監督を語る上でよく用いられる言葉なんですけれども、蹴れ蹴れっていう指示に対して選手がものすごく戸惑っていた、インタビューとか、そういった記事とかよく見かけます。これ音楽の世界で例えるならば、指揮者が、全員集まってリハーサルしてるのに大きく、もっと大きく演奏しろみたいな、そんなことをずっと言ってる、そういった状況に近いのかななんていうふうに感じました。もう俺らプロだぜって、せっかく集まってんのに指示それだけ、大きくってなんだよみたいな。でもそれはボキャブラリーが足りないから
そういったこう大きく吹こうぜっていうこうボディーランゲージも含めてそういった指示になってしまうだけで、実際のところはもっと音楽ダイナミックにしていこうとか、もっと音をこうふくよかにこう響かせていこうとか、大きいところを大きく聞かせるためには、小さいところを小さくしなきゃダメだよねとか、まあいろんな意味合いが考えられるわけですね。まあもう決まってしまったものはしょうがないので応援するしかないです。サッカーが好きな皆さん、日本代表を応援している皆さん、日本代表関係者の皆さん、まあ、それぞれの立場によって、このハリルホジッチ解任っていうのは捉え方、見方変わってくるのかなと思います。そして、これからのアクションっていうのも変わってくるんじゃないかなと思います。まあ、僕は、ただの一サッカー好き、なので、2ヶ月後に控えた、ワールドカップ、西野新監督どうなるのかな、新しい選手呼ばれるのかな、まあ、西野チルドレンみたいなあの選手が生まれるのかな、ホンダのトップ下見れるのかなとかね、まあ、ポジティブに、ワールドカップ楽しもうと思います。まあ、僕がこの動画で一番言いたかったのは、ある出来事を理解するために、自分の専門分野その共通項を見つけて、それに置き換えてみるっていうのは結構面白いし、理解の助けになるんじゃないかなと。ぜひ、自分はこういったものに詳しいみたいな、そういった専門分野をお持ちの方は、自分の専門分野にこういろんな出来事を置き換えて捉えてみるっていうのをやってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。